はい。皆さん、こんにちは。小川正貴です。メインチャンネルとしては珍しい画角かもしれませんが、本日はお知らせがあります。なんと、私、あの、超有名雑誌に、今回記事を寄稿させていただきました。それがですね、この動画を公開してる本日発売なんですけど、数学セミナー2020年12月号っていうね、えー、もう数学やってる人だったら誰でも知ってるようなこの雑誌に今回ね、 記事を書かせてていいいただいています、えー、特集がねコロナ時代の数学ということで僕自身は何を書いたのかといいますと、えー、こちらのですね、えー、こちら36ページ著作権の関係というか、えー、中身はね是非、えー、手に取ってみていただきたいので、えー、ちょっとわからないようにね微妙に本文を隠すんですけどこちらですね。 はいということで、えー「数学動画配信のすすめ」というタイトルで4ページのね、えー、記事を今回書かせていただいておりますまあ話をいただいた時はねも,うもちろんこの雑誌知ってたのですごいびっくりしたというかまあこんな、えー、まさかこの年でね、えー、数学セミナーに記事が載るなんてね思ってもいませんでしたけれどもまあとはいってもね数学の記事ではないわけですからね、えー、次書く時はねぜひとも数学の記事が書けるように えー、数学の方もね、頑張っていきたいなというふうに思うんですが、今回のタイトルはね、その内容の通りですね、えー、僕自身が数学動画配信するにあたって気をつけてることだとか、工夫してることっていうのをね、まあ4ページほどで短いんですけれども、結構ね、ギュッと凝縮してまとめさせていただきましたので、えー、まあこれから YouTube とかで配信を考えてる人だとか、まああるいは、 えー、教育の現場なんかでね、えー、動画による授業の配信を考えている人だとかっていう方に、えー、ぜひとも読んでいただきたい。えー、もちろんそうじゃない人もぜひとも読んでほしいので、以下の概要欄の方に Amazon のリンク貼っておきますので、よければ見てみてください。本屋でぜひ手に取って、えー、お買い求めの上読んでいただければ嬉しいです。はい、ということで、今回はお知らせでした。ありがとうございました。バイバイ。